台湾のシャンヨー、春碗ラーメン、カキと鶏のスープ、製造はウェダン企業。揚げ麺に液体および粉末スープとレトルトの具がついています。麺は幅 2.5 ミリで角がなく、丸断面に近い舌触りです。表面には張りがあり、気泡感は少なく、固めでややゴワゴワした舌触りです。台湾のカップ麺としてはしっかりしており、いつもより少し上級という印象です。揚げ物の香ばしさは弱いです。スープは透明感がありますが、レトルトの煮汁に濁りととろみがあります。牡蠣の香りがよく出ていて、ラーメンとしては個性的です。また豚肉と鶏を煮込んだ出汁も潤沢で、とても複雑で充実したスープです。辛い刺激はありませんが、退屈さは全く感じません。少し粉末臭さが残るのが唯一残念なところです。レトルトの豚肉は3センチぐらいあるものが4個ほどゴロゴロ入っており、とてもありがたみがあります。赤身だけで脂身がついていません。惜しみなくいろいろな素材をつぎ込んで作った製品という印象で、食べていて清々しい気持ちになりました。みんな大好きトントン。